普段持ち歩いているメイクポーチの一群たちを紹介していきたいと思います。これを下地に全部塗ると透明感が出る。私美容家ですぐらいの肌になるセンスがやっぱりやばくって、一群中の一群の主役です。これは絶対使ってみてほしい。顔が変わる。皆さんこんにちは、パリジェンヌビューティーグループの清水さやかです。今回は視聴者の方からリクエストをいただいた、こちら、私の、普段持ち歩いているメイクポーチの一群たちをリアルな中身を紹介していきたいと思います。えりすぐりものが入ってるってことですよね。はい、一番気に入っている、今まさに刺さっているものを持ち歩いてます。夏とか冬でも分けたりするもんなんですか？全然分けます。もう本当に入れ替えをしっかり衣替えってするよりはこう重なっていくんですよ。あ、お気に入りが足された。でもいつの間にかこっちが勝ってたらこの子は抜かれていくので。厳しい世界なんです。そうなんです。野球とかサッカーみたいなことが、はい、多分もうね、何年も周囲ってすごい難しいと思う。清水さん、年間どれぐらいメイクアイテムを買われるんですか？美容代で含めたら、この間の YouTube でも答えたのが大体300だったんですけど、そのうち3分の1ぐらいがコスメかなとは思います。じゃあ100万円ぐらいってことですかね、うん、はい、よろしくお願いします、はい、お願いします。一番最初、メイクする前、私めちゃくちゃ唇荒れやすいんですよ。年中荒れてるので、結局何週もいろんな、リップクリーム使って、やっぱこれに勝つものはないので、ラシャスリップっていう、結構クリニックとかでも販売してるんですけど、このリップ初めて使ったの多分6、7年前なんですけど、いろいろ浮気はするけどやっぱこれが最強ですね。これを塗ります。でなのでベースを作っていくって感じなんですけど、でその後にパリジェンヌラッシュリフト、まつげパーマの部分で、かけた後にダメージで乾燥しやすかったりとか、あと眉毛の毛流れだったりとか、あと私前髪もストレートかけるので、このセラムでまつげ眉毛溶かして、なんなら髪の毛もこれで溶かして最初ベース作ります。やっぱり乾燥対策って美容にとってはやっぱ必要不可欠なんですか？絶対そうで、さっきラッシュリフトから話したんですけど、かけた時にダメージするっていうよりも、その後キューティクルが閉じきらなかったもので栄養がこう流れてっちゃったりするので、やっぱりそういうサロンに行ったケアの後のケアが大事になってくるんだけど、お風呂上がった時もケアするけど、メイクする前ってせっかくもうこう鏡見てるわけだから、その部分でちゃんとトリートメント系はしっかりしていくので。一応メイクポーチの中に香水入れてます。でこれはなんかシャンプーのブランドの香水だから、これ最初にやっちゃったんですけど、メイクの最後にちょっとこう仕込んで、これは石鹸の香りすごい簡単に言ったけど、シャンプーのブランドだからなんとなく髪の毛洗ったような清潔感のある香りで、ザ自分の香水っていうよりはなんとなくお風呂上がりの香りっていう感じの香りと。ここには、ルイ・ヴィトンの今一番気に入っているシティ・オブ・スターかなの香水がアトマイザーで入ってるので、これも香り忘れた時用にポーチには必ず入れてます。香水っていうのも常時一軍ポーチに入っている？入ってる。時々入れてないとカバンの中でも本当ぐちゃぐちゃになっちゃうから基本メイクポーチに入れとくはい。で、ベースメイク、ベースなんですけど、これめっちゃお気に入りで、シャネルのヌメロ1の下地フェイスカラー、これめっちゃ気に入ってるんですけど、これを下地に全部塗ると透明感が出る。私美容家ですぐらいの肌になるなんかこれ塗らない日あるんですよ。今まではちょっと面倒くさい時クッションファンデだけとかで済ませてたんだけど、これだけよりもこれを仕込んだ方が肌の透明感と明るさが出るから、結構ズームとかでこうプレゼンだったりミーティングしてる時に全然違うの、これ仕込むと。でむしろなんか光で毛穴も飛ばしてくれるから、正直この後のコンシーラーを入れたら、もうファンデーション今入れてるけどほとんど最近使ってない、これを出会ってから。でこれにちょっとやっていいですか、これはもう塗ってあるとして、このジバンシーのコンシーラーっていうのが6色7色ぐらいあるのかな、すごいたくさん一気に出たんですけど、これ今年買った私のベスコス的なやつで、例えばこの辺にちょんちょんちょんってつけるじゃないですか。これをここに伸ばすだけでおでこ透明感出るんですよ。うん、明るくなる。ブルーが。ブルーですね。ブルー。だからピンクで透明感、ブルーで透明感で、足りないところのあらはこのディオールのフォーエバーのスキンコンシーラー。これ出たの2、3年前とかなのかな。多分本当に使ってる方多いと思うんですけど、私も何回もおかわりしてる商品で、ここまでは透明感を作るけどこれはあらを隠します。だから本当なんかちょっと毛穴目立つなっていうところとかにちょんちょんってのせて伸ばすともう肌きれいになるから、結局このコンシーラーがすごいカバー力あるから、この3点でお肌仕上がっちゃう、うん、仕上がっちゃうんだけど、もともとは面倒くさがり屋だから、やっぱクッションファンデーションってめっちゃ便利なんですよ。これだけでできちゃうから、もともとはもう時間ない時とかこれだけ。でも最近はもう透明感命だから、このセット。その3点で透明感を作って、うん、そちらのさっきのファンデーションをやるとどうなる？やるとちょっと厚塗りになっちゃう。だからもう肌が不安、綺麗に見せたくて不安な時はついつい塗りすぎるんだけど、プロから見たらきっとちょっと塗りすぎじゃないって感じになるので、本当に入れてるけどお守りとか、あとメイク崩れを直す時はこっち簡単アイテムでありお助けアイテムこれも結構補正じゃないですか、ベースのちょっとした補正もまだあるんだけど、これは、これアメリカセフォラに売ってるメリットっていうブランドなんですけど、夏 YouTube で紹介したことあるんだけど、これ本当に素晴らしくてちょっと見ててくださいね。ちょっと汚いんだけど、こういうふうにハイライターになってて、例えばここと、あとこういうところとこういうところとか。この辺ちょっと分かりやすいようにこの辺もやっちゃいます。この辺塗って、普段はこんなにオーバーには塗らないですけど、これをちょっと足してあげるだけで光が分かります？分かります？うん、そう一気に若返るんですよフレッシュでこれで補正するんですよ。だからなんかメイクで顔を作るっていうよりも本当にニュアンス作り的な感じで、あと立体感、例えばこれも、これパリブローでうちから出してる眉毛のブランドなんですけど、眉周りにこんな感じで輪郭のように眉毛敷くんですね。そしたらちょっとコンシーラーブラシ使っちゃいます。指でもいいんですけど、コンシーラーブラシでこうその輪郭をやっててあげるだけで、より眉毛が綺麗に描けたように見えるの分かります、うん、ここにハイライトを仕込んであげるだけで陰影ができるから、このペンで描いたよりもさらに美しく描いたように見える。今こっちの方がいろいろ仕込んでます。ここで仕込む。なのでコンシーラー、パリブローのメリットのハイライターで、一応本当だったらメイク系でリキッドのせたらパウダーってのせるんですよ、崩れないように。めんどくさいからのせないんですよ。でも何かあった時のためにこれなんかノベルティでもらったローラーメルシェのお粉、ちょっとおでこテカってるとか良くないなと思う時はこういうのでテカリを押さえる。このサイズで十分。この後は眉毛、目元、リップ。どのぐらい時間をかけますか？基本的に普段のメイクは10分かかんないかな。早くないですか？いや、もっと早いんですよ。だからこれ今ちょっとちゃんとやってるけど、うん、でもこれとかもプップってやったらこうやって塗っていくんだけど、指輪とか邪魔だなと思いながらこうとりあえず塗ってって私は年々今度短くなって、スキンケアに対する投資みたいなことも、スキンケアに対する投資もそうなんだけど、やっぱりいいものを使ってるから、うん、その伸びだったりとか、そのね、メイク用品を選ばなかったら、うん、結構この伸びでこう時間取っちゃったりとか、うん、だから一発でいける楽ちんなものを使ってるから早いのかもしれない。なるほどね。どっちを取るかってことですよね。そう。時間を買ってるわけだ。そうそうそう。でここまで来たら多分これ人によると思うんですよ。眉毛描くか目元描くか。私は口が最後なのでこれ結構気分なんですよ。一応目から仕上げた方が眉毛終わった時に完成って感じがするから、一応目からいきますね。めっちゃお気に入り、セルボーグっていうブランドの今期のパレットのこの色なんですけど、まあもうまさに秋から冬にかけてっていうこの絶妙な色味が、これがもうめちゃくちゃおしゃれだなと思って、でこのセルボーグのディレクターが今年変わったんですね。そのコスメブランドのディレクターが鷲津ゆかさんっていうヘアメイクさんに変わったんだけど、うちのこのパリブローっていう商品の、モデル撮影のメイクさんもやってもらって、私の友人の友人でもあるので食事もしたことあるんですけど、もうセンスがやっぱりやばくって、こんなにディレクターが変わるだけでコスメブランドの色出しだったりとか物の感動って変わるんだって、私はこれのブランドで知ったので、鷲津さんがディレクションに入ってからセルボーグはアイシャドウも全色買ったし、今一番気に入ってるリップ、これ後でお見せしようと思ってたやつも、これケース入れてないんですけど中身だけなんだけど、これも本当にもうこれ塗るだけでもうメイクした感で高揚感になるし、これも結局追加でも買ったし、もうなんかいきなりセルボーグファンになっちゃった。うん、めっちゃおすすめ。セルボーグのサイト見てもうみんな買ってもらったら、みんな一気に旬顔でおしゃれ顔になるって太鼓判を押せるぐらい、今これすっごいおすすめです。他とは何が違うっていうと、色味ですか？色味の配色バランスだったり、もうなんか同じようなブランドももう今時っぽくって一気にこう抜け感もできるし、例えばこの先後で紹介するって言ったルージュもこう色だけ見るとどんなつき方するか分かんないですか。結構薄付きで人によって色の感じも違うんだけど、これって夏じゃなくて本当に秋冬って感じも、うん、このちょっとシアーな感じで。こういうところがなんか色って探すの大変だから、これだけセンスがいい人が作ってくれてると安心して買えるなっていう、もうこれはもう一軍中の一軍の主役です。うん、ただそんな中に、前 YouTube でムロさんと紹介した3のリキッドのアイシャドウあるんですよ。このアイシャドウを塗る前にちょっと仕込んだりするんですけど、やっぱり彫りが深く見せたいなとか目元ちゃんとメイクしてるように見せたいなっていう時に、これすっごい簡単でちょんちょんちょんって最初敷いて、こんな感じで敷いたらこうやって伸ばしてあげると一気に。これも昔のやつだったらムラになったりとかしては使いにくいと思ったんだけど、今本当に綺麗に伸びるので。これの色も万人使いやすいと思います。昔は伸びなかったり、使いづらかったってことなんかはもう私が初めてメイクした時、例えば20何年か前はファンデーションもまだまだ進化途中で、汗かいても崩れないファンデーションだったらすっごい手間をかけてちょっとずつ塗り込まなきゃいけなかったりとか、例えばこういうジェル系だったり、リキッド系のものってのせたらやっぱ二重の人とかってそこによれちゃったり、なんかこうムラができたりっていう感じで、もうコスメの進化ってもうすごいなっていうのと、あと素人が結局こういう色を使いこなせるようになってきてるから、まあ、情報もやっぱりネットで拾えるから、だから物の進化は情報さえあれば簡単に綺麗に誰でもできるようになる。だからこれで目でしょ。でも目は一応マスカラとアイラインだと思うんですよ。その眉毛覗いたら。私はパリジェネラルシュリフトやってるのにビューラー持ってんのかって話なんですけど、もうビューラー正直ここ2年前ぐらいに久しぶりに使ったのかな。もう本当に若い時に使ってて、もうずっと使ってなかったんだけど、まあ、言ってもパリジェンヌは私は毎月かけたいけど、なんだかんだイベントの前とかだけになるから3ヶ月に1回ぐらいになっちゃうんですよ。でまつげ上げてるのは絶対マストなので。で私が使ってるビューラーは、まあ、日本人の目元には合いやすいマキアージュの、普通に、ドラッグストアとかで売ってるやつを根元から上げて、ビューラーのやり方聞かれるんですけど、で昔ってグッグッグッってやり方だったの、でもパリジェンヌラッシュリフトリリースする頃って、昔ってカールのまつげが可愛いって言われてたんだけど、こう根元だけグッと上がって毛先ストレートの方が抜け感あるよねみたいな、その日本人でも飾りすぎないみたいな。パリジェンヌのタイトル通りで、なのでもうここはグッて根元の方だけやったら毛先は逆に抜く感じで、パリジェンヌが綺麗にかかってない時はこれを使いの、マスカラはもうもちろん今自社製品で出したヌルパリジェンヌ、これを使って真ん中端っこ下までつける。これも昔ってマスカラってあれなんですよ。20年前ぐらいだとフカキョンがマスカラ15分かけて塗って言ってたの、4種類とか。私は本当にその当時マスカラってロングを選ぶのかボリュームを選ぶのかみたいな、その2択だったんですよ。最近でこそカールを選ぶのかとかあったんですけど、そんなに今塗りたくってたらどんどんひじきみたいなのができちゃうから1本でもうある程度完成する、いいもの本当に出てるので、これでまつげを塗ります。で正直アイライナーは引く時と引かない時があります。なんか昔は黒いアイライナーで引いた方が目力が出るってイメージだったんだけど、今って別にアイライナー引かなくてもある程度他のメイクで、例えばこのアイシャドウの濃い色とかで際塗っちゃったりとか、あとまつげもしっかりマスカラだけで仕込んじゃえばある程度もうフレームできるから、使っても使わなくてもいいんだけど、アイライナーはこのスックの真っ黒じゃないグレー01番の色と、あと04番のこのピンクの色はなんとなく憂いを出すために目の下に引く、ただアイライナーは正直スックめっちゃ使いやすいです。でもドラッグストアの D アップとか今並んでるもの正直全部使いやすいからどれでもいいっていうのが正直そう、あと好きな色でいく。なんかマスカラだったら私は黒がマストだと思ってて、もちろんカラーマスカラも持ってるんだけど、やっぱりなんか女性の象徴って思ってるから黒マストだけど、アイライナーはやっぱり強すぎると強くなっちゃうから、気になる色とかアイシャドウと一緒で季節感を入れていくので。スック結構おすすめです。ただドラッグストアも今どんどん新色いいの出てってるから、私もいろいろ買ってみたいって思ってる。眉毛はもう自分のところのブランドだらけですよ。まずスクリューブラシでしょ。でさっきのマスカラもよく一般の人でももっと綺麗に塗りたいっていう人は、このスクリューブラシって眉毛だけじゃなくてまつげも使えるんですね。だからダマになった時こう取ってあげたりとか、あと眉毛描くうまくなるポイントってみんな溶かさないでいきなり描いてるので、溶かすことが絶対マストなんですね。なった時にペンシルにもやっぱりちゃんとブラシはつけてます。だから眉毛はいきなり描かない、絶対溶かすっていうところで、これで、まあ、2本入ってるんですけど、まあ、私のポーチの中なので、これがブラウン、これが来年の春リリースするダークブラウン、ようやく色が決まった。でそれを眉尻を描きたいので、この細いペンシルの先っぽで眉山からこう引いて、ここを引いて、眉毛はここが薄くここが濃くって濃淡作ってあげると綺麗に見えるから、これで描きます。パウダーと筆も入ってるんですけど、正直普段はもう今の細いやつでここを足すぐらいで終わり。気合い入れたい時だけアイシャドウにちょっと合わせたパリブローの01番をちょっとカラーのせてとか黄色のせて、なんとなくふわふわふわって色味のせてあげる。でも眉毛頑張るとやっぱりちゃんとしたように見えるから、ちゃんとしたように見せたい時は眉毛をしっかりやる。だからここは手抜きにもしっかりもできる感じで揃えてる。一軍ポーチ何種類あるんですか？その種類、はい、27。総額っておいくらでしたっけ？これ多分さっきちょっとざっと計算して10万円です。何個ずつ入れ替えたりする？春夏秋冬、いやでもね、どうなんだろう。2軍ポーチ見ていいですか？あ、2軍もあるの？2軍の方多くないですか？ねえ、年間100ってなったら結構やっぱり買ってはいるから、ただその中でも1番で、夏で言ったらこのボビー・ブラウンのリップ気に入ってたから、今ちょっとこれ夏っぽいの。あ、色味はそうですね、うん、そうこういうの抜かれてったりする。あとさっき言ってたセルボーグさんのさっき見せた色じゃないこれもすっごい好き。なんか黒っぽい色が入ってるんだけど、この黒も透け感があって、なんかとにかくおしゃれなの。だからいつも自分が好きなものって似たような色ばっかりになってくるんですよ。これ赤みとかもちょっとなんかこう秋に入る時にちょっとねやっぱ色っぽい目元になるからいいなと思ってっていうので避けられてはいるから。でも結局こうやって入れ替えだけど、多分私は来年も使い続けるであろうは動かないところは、このニュアンスの透明感を作る、この人たちにかなうものはない。やっぱメイクをするにあたって一番重要なことってのは何だと思われてます？若い時って10代の時目力だったんですよ。なんだけど40代で目力頑張ると品がないんですよ。なんか若作りしてる感っていうか頑張ってる感が出て、逆に品が損なわれるので、やっぱり年々品じゃないですか。で、20代もいろんなメイクで遊んで肌が綺麗なうちにいろんな色のせてほしい。ピンクとかこう明るい色のせて楽しむのは20代で、30代でちょっとくすみ気にしながらもちょっと大人メイクに上がっていくと思うんですけど、そこから先は本当にお肌になってるから、30代からって。ただ肌って隠すものじゃなくって、やっぱり美しく見せるための透明感とかそういう感じでシフトしていくものかなと思うので。あとやっぱ年々崩れやすくなるから、崩れてるメイクをするぐらいだったら最初からすっぴんの方がいいと思う。必要不可欠。必要不可欠っていう、簡単メイクって昔って化粧と化けるっていう字だったじゃないですか。私にとってメイクアップって価値を上げるだから、なんとなく武装してるっていう感じにもなるから、私本当はすごい変わってるんですけど、メイクしてる時よりメイクしてない時の方がオープンなんですよ、性格が。明るいし。なんかメイクしたらちょっと武装してる感じになっちゃう、構えちゃう、だけどその化けるっていう意味のメイクじゃなくって、その自分の価値を上げるメイクアップの方で何が必要かなって思った時に、透明感が欲しいのか、それとも自分に強さが欲しいから目力を作るのか、どこにフォーカスしてメイクしていくかを目的を持つと、また違う楽しみとアイテムを見つけられると思う。正直安いコスメでも優秀なのいっぱい出てきてるから。でもやっぱりハイブランドの色出しの研究ってさすがだなと思ってて、私は化粧品美容業界だから裏側を見てるわけじゃないですか。でドイツの、化粧品製作会社にも今年行ったんですけど、やっぱシャネルとかがシーズンごとにアイライナーの色を出すのに大人数で来て2週間こもって徹底的に色出しするんですよ。そういうのが普通の会社だったら、そんな会社全体、工場全体を巻き込んで2週間徹底ブートキャンプみたいなことってしないので、やっぱハイブランドってハイブランドなりのやっぱなんかすごい細かいこだわりがあるから、そういう意味でこの iPhone と一緒で信頼して新しいの出たら買いたいよね。絶対使ってほしいのは、これはもう私買ってよかったって 100% 言ってもらえる自信があるのは、もちろんぬるパリは出たばっかりなんで、これはとりあえずみんな1回は使ってください、後悔しないので。だけどこのスリムは出会ったら、眉毛ってやっぱりみんな失敗したくないんですよ。アイシャドウとかって可愛くなりたいから、お洋服と一緒だけど、眉毛ってどちらかといったら買う時に可愛くなると思って買うんじゃなくて、失敗しにくいかなっていうアイテムなので、このスリムブローペンシルっていうのはめっちゃ使いやすいので、これは絶対使ってみてほしい。顔が変わる、はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今回初めてリアルな1 1軍ポーチの中身っていうのをやったんですけど、まあ、もちろん私のポーチの中身だけじゃなくて本当にコスメ好きな人だったりとか私の周りの人たちからもちょっとアドバイスとかその人たちのポーチも覗いてみたいなとかも思ったりもしたので、楽しい企画を引き続き YouTube でやっていきたいと思うのでよかったらチャンネル登録してください。ありがとうございました。